こんにちは、パーソナリティのイラメレです。ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が、小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、那覇とかもそうなんだけど、はいはいはい、イベントがね、連休で多そうで。確かに、うん、先週もね、結構お祭りとかあったらしくて、この10月末か、うん、やっぱ多いですね、この秋になってくると、ね。うん、でラジオでも、まあ、ここ来る間あの、ね、ラジオちょっと聞きながら、はい、なんかな、なんかコンサートとか、あ、もうね、この連休中やるとか、はい、ね、そんな話もあるし、うん、でうちのね、自分の住んでるところ、はい、那覇の首里の方なんだけども、はいはい、で首里城祭がね、今日から実は、うん、この3日間行われるんですか。うん、あるんで、まあ、交通渋滞とか規制とか、ね、はい、そういったのもあるし、結構首里の方も今にぎわってるというか。へー、うんうん、首里城祭は見たことある？佐藤さん。ないんですけど、首里城で行われるんですよね。そう、首里城の方で。へー、今ね、もう首里城祭っていうよりも、うん、確か名称がね、首里城復興祭かな。あ、ですよね、名前がちょっと変わって、今ね、ちょっと首里もね、復興中なので、はいはい、なるほど。うん、でお祭りも、なんか行列とか、はい、後期、なんだかな、ちょっと、あ、古式行列か。へー、うん、昔の、はい、まあ、首里の、まあ、その時の王族の衣装ですか。衣装をして、はい、確か200名とかこれあったかな、それぐらいの人たちが結構並んで行列するんだけども、すごいですね、何回か見たんだけども、はい、すごい、なんていうかな、かっこいいというかね、うん、なかなかね、確かにないよね、なかなかね、うんうん、それは見応えあるかなと思ってね。あ、確かに確かに、あ、うん、いいですね。今日のね、お昼からやるので、もう今始まってるかな、12時半から始まるんで。あ、確かに、そろそろ。じゃあもうこの収録の時間はね、はい、うん、金曜日3日の1時間か2時間ぐらい多分ね、その行列のやるんだけども、じゃあもう交通規制もされてっていう感じで、ね、うん、見た方がいいと思うよ、佐藤さんもね、もしね、見たいな、来年もあると思うんで、はいはい、ぜひぜひぜひ、うん、ということで、はい、いいですね、秋もお祭りっぽくなってきて、ね、お祭りね、すごいいいですね、過ごしやすい季節になってるし、はい、そして本日の1曲ですが、はい、あ、今日かける曲はね、ブルース・スプリングスティーン、はい、前もね、ブルース・スプリングスティーンの曲はかけたと思うんだけども、ね、うん、その曲の「ボーイン・ザ・ USA」っていう曲があって、お、うん、でこれがね、まあ、結構アメリカテイスト、すごい曲だけ聞くと、はい、まあ、USA っていうね、僕は題名はあるので、うん、あるんだけども、実際はね、アメリカ、ベトナム戦争かな、ベトナム戦争で負けたアメリカが、はい、その兵士が帰ってきて、はいはい、で街に帰ってきた時になんか仕事がないとか、はい、結構ね、雑に扱われたりとか、結構大変な思いしてるよっていう曲なんだけども、はい、うん、なんかね、歌詞の中自体もあまりね、なんかね、イメージと違う方多いかなみたいな、はい、あ、うん、多いんで、まあ、かけてみたいし、で今ね、戦争とかいろいろ世の中もね、そうですね、ちょっとね、そういったところもあるので、うんうん、まあ、今にちょっとぴったりというか、お、うん、ぜひかけたいなと思ってね、選曲しました。はい、じゃあ聞いてみましょう、はい、確かに明るい感じですよね、うん、なんか元気が出そうな、ね、曲だけども、歌詞の中実はね、うん、結構ベトナムで大変な目にあったとかね、そう、今手に取ってるのが、はい、これは自分、うん、てか自己紹介するときに、ね、自分は山あり谷ありましたとかね、はい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 、この20名、あ、これ稲嶺さんのこれ僕の、あ、そうなんだ、これ僕がお客さんに、あ、稲嶺さんってどんな会社とか、はい、稲嶺さん何してきたのって言われたときにこれを渡して、あ、なるほど、うん、ちょっと話するわけさ、へー、最初ね、大変だったけど、まあ、結構いい仕事を取ってどんどん良くなったけど、はい、あるときにもうゴンって落ちて、だから一気にね、一気に落ちて、 iPhone アプリ開発して失敗して落っこちて、はいはい、でそこからまたということで、多分ね、551円かな、なんか残高それぐらいまでなったとか、大変だったけども、そこからまたね、また原点帰りながらやり直したらまたね、良くなって、今至るみたいなね、アプリ作成もやったんですね。そうそう、iPhone とかのね、Android とかちょっと出始め、アプリがちょうどね、売り始めた頃、はいはいはい、みんなが持ち始めてみたいな、うんうん、そこにかじきって、まあ、ホームページ作ったりとか、こうね、
スマホからメール送ったりとかが仕事だったんだけども、はい、アプリ開発で5、600万とか、はいはい、1000万ぐらいのアプリが売れるっていうのを聞いてたから、はい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 、じゃあこれ開発したら結構稼げるぞとか、もっと社員増やせるぞと思ってやったら沖縄でも全然売れなかったわけ、東京で売れたけど、だからやっぱあそんな違いがあるんですね、うん、向こうのマーケットで売れたんだけども、うん、でそれでいざやったらもう全然売れないじゃんみたいな感じで、うん、そこから社員も減って、かみさんと2人でもう一回仕切り直してやったみたいな、ね、おー、うん、まあ、これもね今日話してるあのお絵かきムービーなんかもこういったことをこのムービーでやるわけ、はいはい、面白いですね、うん、面白いよあれあれってあの、うん、絵が上手くなくても、あ、絵が描けないとダメですよねそしたらやっぱりなんかそのこういうことをやりたい人、なんかイラストレーターの方にちょっと別でお仕事お願いするとかってやればなんかできるみたいな、そうそうそう、あ、なるほどと思って、うん、やっぱりあ、なんかね、やっぱ絵が上手い人がこうやってすごい気持ちいいなと思って見てて、私も動画見ながら、うん、見やすいし、確かに、うん、そうだよね、で営業の人にもそのお絵かきムービーやってる人に聞いたわけ、まあ価格とかスケジュールどれぐらいやるのとか結構かかるよ、あ、作るのにですか、ホームページ作るのもかかるはず、だからね、うん十万もあるけどもう一桁上もあったりとか、実はすごいですね、すごいとこかかった、まあ、で期間も3ヶ月かかるっていうんで作るの、まあ、それは一つの作品というか、うん、そのムービーのね、10分のムービー作るの、なんかどれだって作ってね、多分コマ撮りみたいな感じなのかな、うんうんうん、まあ、ピンキであるっていうんで、ただね伝え方がすごいいいなと思った、このお絵描きの手で描いてるから柔らかいし雰囲気もね、なんかそうですね、うん、人の顔映るとね、なんかねコテコテの顔もいればイケメンさんもいればね、いいけど、おじさんがねずっと喋っても結構大変じゃない、なんか、ね、確かに余計な情報っていうのはあんまり、うん、なんか見やすいかなみたいな、うんうん、この文字でバンって写されるよりも、そう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 、書いてる文字を見るっていうのはあんまなかなかないので、うんうん、確かにそういうの見るかも最近、そういう動画、うんうん、多分増えてくるはず、ね、今増えてる実際、はいはい、YouTube とかも確かに、うんうん、YouTube とかね、インスタとかね、お、曲終わったかな、いきます、あと一回盛り上がるのか、ワン、ツー、スリー、フォー、本当だこれよく聞いたな、はい、ブルース・スプリングスティンの Born in the USA でした、うん、僕も久しぶりに聞いた、なんかこの曲実は、あ、そうですね、うん、なんか本当になんだろう、あのアメリカを、うん、アメリカっぽいって言ったらあれですけど、うんうんうん、そうだよね、ジーンズに T シャツみたいな、うんうん、あのね、あのジャケットのカバーがね、そうそうそう、白 T にジーンズがね、本当にもう USA って感じでね、はいはい、うん、そのまんまのイメージがある、うん、明るい曲でしたけど、うん、そう、歌詞、歌詞もね気になるなと思って、うん、そうだね、まあ、歌詞はね、うん、ちょっとベトナム戦争で負けた兵が国に帰ってきたら、はい、仕事もないわ、雑に扱われるわ、ひどい扱いを受けてるみたいな、そんな曲なんで、ね、うん、ちょっとギャップがありますよね、うんうん、さてさて行きましょうか、はい、本日のテーマですが、はい、今日のね、あの、はい、テーマは、お絵描きムービーです、お絵描きムービー、なんか新しいですね、うん、また、うん、新しい言葉が、ね、で一応ウェブラボも、はい、ウェブラボなんで、ネット集客の話、はい、うん、小さいお店、小さな会社向けの、うん、まあ、マーケティングの話とか、はい、メインなんで、はい、なので、うん、この追いかけムービー自体も実はね、マーケティングツール、うん、としてもう間違いなくね、今増えてるので、はい、これからも当たり前になっていくかなと思って、はい、で沖縄でもね、使ってる方も少しずつ実は増えてきてる、増えてきてる、おー、うん、すごいですね、まあ、うん、県外の方はね、もちろん多いんで、うん、で僕の知ってる人とかで、自分もね、ちょっと作りたいなと思って、あ、うん、会社の説明みたいな感じですか、僕自身とか会社とか、はいはいはい、であと僕がなぜこんなねネット集客の仕事してるとか、はいはいはい、っていうことを伝えるために、うん、今まではねパワポのスライドで説明したんだけども、はい、追いかけムービーいいなと思って、確かに、うん、なんか私もあのリンク、あの稲峰さんからいただいて、うんうん、見たら、はい、なんか、うん、あの多分目にしてる、うんうん、ことだけど、うん、あの追いかけムービーっていう、あのなんだろう、そういう
マーケティングにつながるようなものだとは思ってなくて、まあ一種の種類、なんか動画がただあの実写なのかイラストなのかみたいなとこしかあまりちょっと気にしてなかったんですけど、あ、ちゃんとしたツールというか、そう、へえ、でこれ自体を使えば、あの、なんていうのかな、まあセールスが楽になるということで、ね、これまでずっとね佐藤さんと話してマーケティングでセールスを楽にする活動ですよ、売り込みする活動ではないですよっていう話したので、そのマーケティングをめちゃくちゃしやすくするのが、このお絵かきムービーなんで、今日ね取り上げたんだけども、なんかこの出会ったきっかけってあるんですか、稲見さんも知ったきっかけみたいな。 あるある、うん、でこのねお絵かきムービー知ったのは去年、去年僕知ってて、ね、あるマーケッターが、動画がもう爆発的にも増えてるし、もう絶対止まらないっていう中で、こういったね、あの追いかき、まあ、アメリカの方から実はスタートしてるんだけども、結構前、そうなんですね、もう多分10年ぐらい前に出たらしい、すごい、でその事例紹介して、日本でも増えるよっていうことで、でやっぱりこう、あの書いては消え書いては消えと、あとナレーションと、あと BGM がすごいね、あのこのストーリー、あのその人の物語とか商品開発ストーリーとか、その人の人生だとか、その人のこう会社仕事にかける思いとかを伝えるときに、あのこの絵で描くっていうのがすごいアニメーションいいよ、相性がいいっていうことをね言ってたので、なるほど、去年ね、で、あ、そうだなって思いつつ、しばらくずっと僕はあの分かりながらもただぼーっと見てたんだけども、で最近ね、あの2ヶ月ぐらい前、あ、去年だ、先月だ、先月、あのちょうどあのコミュニティ、あのオンラインコミュニティしてる東京の人がいて、でこの人がね、その追いかけムービー書いてたわけ、書いてたっていうか作ってね、やってらっしゃったんですね、そうそう、あの紹介します、稲嶺さんってできました、みたいな形で、で見て、あ、これいいなと思って、で自分も作ろうかなと思って、ね、今準備はしてるんだけども、でこのなんか、まあ、画家さんなのか、そのイラストを描いてる人がこうやってもう描いてる様子を見て、で文字も見ながら説明を受けるみたいな感じ、確かにパワーポイントも、まあ、同じですけど見る作業としては、なんか頭に入ってくるのがこの同じ10分パワーポイント見るのと、その動画、絵を描いてる様子を見るのと、じゃあなんかちょっと楽しみが、この絵を描いてる様子を見れるっていう楽しみがあるので、印象が全然違うですよ、なんかね、確かに柔らかいってさっき、ね、おっしゃってましたけど、本当にその印象を受けましたね、でこれのやっぱりねキーになるところが何かっていうと、僕がねちっちゃい頃、佐藤さんなんかあの、ちっちゃい頃ね、本当に幼少期に絵本とか読んでた、読んでました、読んでたよね絶対ね、学校でも家でもね、あのその物語の絵が、このねお絵かきムービーのストーリー描いてる、あのなんていうかイラストレーターがね、人の顔とかいろいろね、山描いたり川描いたりいろんなねやるんだけども、このあのなんていうかな、その昔僕らが見てた絵本の物語とすごいなんか似た形なので、入って実は来やすいというか、そうですね、なんか絵本をめくるようにその動画が進んでいくので、しかもナレーション付きという、見やすかった、それですね、それに近い、それに近いからすごいいいっていう人もいたので、う、まあ、そういう説明もね、してたんで、それも去年聞いたで、あ、確かにそうだなと思って、で実際に、ね、さっき言った自分の知ってる人が、でそのストーリーも知ってたので、それをアニメーションで見て、さらに、あ、やっぱりすごいなと思って、面白いですね、でもなんか、自分の物語こうやってそう、まあ、絵本になるみたいな感じだから、で、あの、で今後もね、多分ね、例えば FM 宜野湾さんでも、で、まあ、社長がこの FM 宜野湾をなぜ設立したのかとかね、でもいいですね、紹介動画みたいな感じで、そう、イラスト付きだと、で僕もね、さっきあの佐藤さんに手渡した自分のストーリーっていうか、あの、じゃあこれを元にというか、そうですか、作ろうとしてるのは、で僕自身もあの物語というかね、やっぱり山あり谷ありやったストーリーがあるん で佐藤さんもちろんあるし、でこの FM 議論案もあるし、でそこをあの事前に分かりやすく5分、あ、10分と3分とかあるので、短くサクッとやるのはすごいいいかなと思ってる、だからなんかパーッとこうやって今動画の、ね、ツールが結構増えてるので、なんかもうスクロールして見るみたいなイメージじゃないですか、インスタグラムの、あのショートとか、YouTube でもそうですけど、だからその中で結構この
この書きながら説明するっていうのは、うん、すごい多くなってきたなって思いましたね、うん、徐々にね実は増えてきてる、うん、もう目にはね、まあ、なんか目に触れてるはずなので、うん、あとはね中身がすごい重要で、はい、まあ、これはね今日ちょっと時間ないんで話はしないんだけども、はい、うん、この中身のクオリティの差で実はねこの追いかけムービーの価格が本当にピンキリ、うん、3ヶ月かかるところがあれば数週間で書くところもあるし、はいはいはい、うん、それはねやっぱり選ぶときにすごい大事になってくるん で、ね、これはまた別な機会で、はい、この選ぶポイントをね、あるんですか、紹介しようかなと思う。だからね、やってみたいけど、うん、なんかこれは絵描けないな私みたいな、うん、確かにね、うん、はい、まあ、絵を描けない、まあ、それはイラストレーターに任すので、はいはいはい、うん、その物語を考えるのは佐藤さんだし、あ、そっかそっか、僕だし、うん、じゃあもうなんか著者みたいな感じですね、うんうん、なんか物語作成する、うん、へ、うん、なので今後もね、まあ、このラジオを聞いてる小さいお店、小さな会社のオーナーさんも、はい、うん、この追いかけムービーっていうキーワードをぜひね検索してみて、いろいろリサーチした方がいいかなと思う、うん、なんかねこれだったらなんか取り組みやすそう、うんうん、なんか一からホームページを作るっていうのもありますけど、うんうんうん、そうそう、ホームページ作るよりも策定できるし、多分効果こっちの方が僕ずっと高いと思う。あ、うん、このホームページまでたどり着くよりもこの動画をまずは見てもらった方が、あ、なるほどなるほど、うん、まあ、そして気になったらまあ詳しくホームページ見たりとか、 その時にホームページに飛んでいくみたいなね。なるほど、その前の方に置くするとしたら、はいはいはい、もう今これよりすごいの多分ないかもとぐらい僕は思ってる。確かに、うん、なんか気になっちゃいますもんね、そのイラストっていうのも結構なんだろうな、うん、ありきたり なんだろう、見やすい感じの、うんうん、だから本当はどうなんだろうとか、うんうん、本当はこの人はどういう顔なんだろう。そうだね、気になるよね、気になるよね、気になる絶対。多分なんか稲峰さんが作ったやつも、うん、多分稲峰さんのイラストが出てくると思うんですけど、うんうんうん、あ、稲峰さんってどんな人なんだろう、なんか気になりそう見てる。で、ぜひ楽しみね。ね、楽しみですね、うん、はい、多分年明けぐらいに作りたいなと思って今準備はしてるので、はいはいはい、うん、またリリースしたらね、このラジオの方からも紹介したいなと思ってます、はい、ね、感想とかも聞いてみたいなと思いますね、はい、作成するにあたって、はい、へえ、じゃあ面白いこと今日もね教えていただきましたが、うん、はい、そろそろお時間も迫ってまいりました。はい、じゃあもうそろそろねエンディングということで、はい、今日のお相手は、オービックの稲峰と FM 技能佐藤真奈でお送りしました。はい、ではまた来週。また来週。